こんばんは、半分外国人、元男の子の青木かのんです。今日はですね、タイトルにもありますが、半分外国人の私に関するお話なんですけども、ちょっと内容が内容だけに、伝え方ミスったらちょっと怖いなという思う部分もありますので、今日はあらかじめ伝えたいことをメモにまとめてきましたので、それを元に今日は話を進めていきたいと思います。なぜ今回私がこういった動画を出そうと思ったかというと、私と同じ半分外国人の方からインスタにお悩みの相談をいただいたんですね。なので早速それを読んでいきます。私もカノンさんと同じフィリピンハーフ、かっこ中国系ですが、このことってやっぱり友達には隠した方がいいですか？学生の視聴者さんからいただいたんですよ。私もですね、この方と同じフィリピンハーフなので、いろいろと思うことがありまして、それで今日動画を撮ろうかなと思いました。今回は私がフィリピンハーフっていうことで体験してきて嫌だったなって思ったことを話していきます。こういうことって現実から目を背けないことでもしかしたら次に進めるきっかけができるかもしれないんですよ。なのであえて嫌だったなって思うことを話していきたいんですよね。あとですね、ちなみに今回はあまり触れない方がいいタブーにもあえて触れていこうかなと思います。それを知ることで強くなれるかもしれないので、まずですね、この動画を見るにあたって私のどんな事情があるか知った方がいいと思うんで、先に自己紹介をさせてください。まず私のお父さんは日本人です。お母さんがフィリピン人なんですけども、フィリピンって言ってもいろんな事情があるんですね。私の母方のおじいちゃんがスペイン系フィリピン人、母方のおばあちゃんが中国系のフィリピン人なんですよ。で、なぜ私があえて何々系って言ったかというと、それも後でわかりますので、早速ですね、本題に話していきます。で、まず皆さんよかったらネットでフィリピンハーフって Google 先生とかに書いて検索してみてください。どう出ますか？私のその検索候補だとこんな感じで出てくるんですよ。フィリピンハーフ、頭悪い、いじめ、隠す、頭おかしい、やってはいけないこと、あと最悪みたいな、やばくない？あと他には記事とかだと、正直フィリピンハーフって、あ、察し案件だよな、正直かわいそうに思う、書いてあるんですけども、多分ですけども、大多数の人は口には出さないけど、どっかしら根底にこういう感情って抱いてるんだろうなと思うんですよ。それに対して私が思ってることなんですけども、そんな風に思わないでほしいなっていうのと、そう思われても仕方ないよねという二つの考えを持ってます。なぜそう思ったかというのはまた後でわかりますので、今からですね、私がフィリピンハーフということですごく嫌だったなって思うポイントを話していきます。まず一つ目の嫌だったポイント、自分の母国に自信を持ってない人が多くて嫌。これは私にも言えることで、私も自信を持ってないんですよ、フィリピンっていう母国に対して。過去の私ですよ、今じゃないですよ、過去ですよ。でもそれってなんかいろんな要因があると思ってまして、フィリピン人の国民性も原因なのかなと思うんですよ。やべえな、これ大丈夫動画で言って、あくまで私の個人的な考えですよ。フィリピン人ってどっちかというと怠け者なんですよ。どういうところかというと、日本人と比べたら全体的な割合、空気感ですね、時間にルーズだったりとか、他力本願だったりとか、あとは計画性がなかったりとか、それは私にも当てはまってます。ただ私の親戚、もしくは私がちっちゃい頃にフィリピンに住んでたりとか、まあそういうことがありまして、その時にも感じてたことだったん で周りのフィリピン人の知り合いとかフィリピンハーフと話してても、こういう話が持ち上がってくるんですよ。フィリピン人ってやっぱそういう感じなのかなみたいな。なのでちょっとこういう風に表現させていただきました。それがいろいろと積み重なって、フィリピンっていう国自体が全体の空気感ですよね、国民全体が士気があんまり高くないから発展途上国から抜け出せないのかなみたいな、もうずっと発展途上国じゃないですか、フィリピン。フィリピンって大家族が比較的多いんですよ。私の親戚も大家族なんですよね。6人兄弟とかかな、うちの母親で言うと。よくあるのが、家族内1人の収入に頼って全員暮らすみたいな。それが他力本願なのかなって私は思ってて、日本だとあれじゃないですか、もうみんなそれぞれ自分の飯は自分で食いなさいみたいな感じで、なんか自業自得っていうこう4文字熟語があるごとく、自己責任ってあるじゃないですか、日本の言葉に。そういうのがあんまりないんですよ、向こうだと。よくフィリピンが出稼ぎに来る人いますけども、そういう人たちってフィリピンの本国にお金を送金して、それ家族を食わしてるみたいな、そういう感じなんですよね。それが私が言う他力本願でも仕方ないんだけど、そのフィリピンっていう国自体が発展途上国っていうこともあって、仕事もあんまりないから、その仕事がないっていう部分も、もしかしたらそのフィリピン全体のその怠け者気質が仕事口が減らしてるのかもしれないし、まあわかんないけども。あとですね、私が当時中学生ぐらいだった頃にフィリピンの街を歩いてたんですよ。したら昼間からですね、多分
働き盛りのお父ちゃん世代の人たちかな、コンビニの前とかでなんかタムロしてなんかギャンブルみたいにしてるんですよ。これ大丈夫みたいなこと私思ってたんですよ。あとはこう車乗ってるじゃないですか、外からこうやってコン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 って車道のところからですよ、花をあげるからお金くださいみたいな。当時私が中学生ぐらいだったんですけども、多分30代ぐらいの男の人かな、花あげるからお金くださいみたいな。運転手の人が開けちゃめ開けちゃめみたいな。なんかこれを見るといろんなことが重なりに重なり合って負のスパイラル状態みたいな、その負のスパイラルからなんか抜け出せなくなって、もう万年発展途上国。フィリピンの人もあれなんですよ、そのネットとかもちろんありますよ。私ちっちゃい時にフィリピンで何ジャングルやな、バナナしかないのみたいなこと言われたんですけど、ネットありますからね、バカにしないでください。フィリピンが他国からどういう風に思われてるかっていうのはフィリピン人は知ってるんですよ。なのでこの負のスパイラル状況がやっぱもう YouTube とかいろいろさ、こうやっていじられまくってんじゃん。フィリピンのスラムがやべえみたいな、再生数稼ぎのコンテンツにされてるけども、なんかそういうのが出回ってるってことをフィリピン人は知ってるので、なんか自分の国に対する誇りっていうか、私の国ってすごくないんだ、なんかそういう風にフィリピン人だんだんとこう萎縮していっちゃうんですよ。わかります？何言ってんだ私、今日初めてかもしれない、ここまで突っ込んで。なのでさっき言ったことに繋がるんですよ。フィリピンに対してそんな風に思わないでって思いますけども、そう思われても仕方ないよなっていうことですね。嫌なことピックアップ二つ目、何々系ヒエラルキー。そう、これです。それが私がさっき言った母方のおじいちゃんがスペイン系、母方のおばあちゃんが中国系、フィリピン、それが関係してくるんですよ。日本ってあれじゃないですか、何々系日本人ってあんまり言わなくないですか。縄文系日本人、私は弥生系日本人ですみたいな言わないでしょ。でもフィリピンって言うんですよ。アメリカとかでも普通に言うと思うんですよね、何々系アメリカ人ですみたいな、まあ、そういう感じなんですよフィリピンって。これってフィリピンのその歴史的なこともありまして、中国系なんか福建省とか台湾とかなんかそっちから渡ってきた人が多かったりとか、あとはそのスペイン系、スペインから植民地を受けていたっていうこともあるので、それの名残でそういう系の人たちが多かったんですよ。その大多数の日本の方が想像するそのフィリピンの方ってどっちかというと南国風な方じゃないですか。そう思ってる人が多いのかなと思うんですけども、実際にその現地に行くとそうでもないんですよね。だからあれですよ、結構フィリピンに行くとなんか日本人にしか見えないフィリピン人の方もいますからね。で、大体そういう方って中国系のフィリピンの方だったりするんですよ。あとはそのスペイン系の人だと肌が真っ白だったりと、様々な人種がいます。ただやっぱりその一番多いその人種の割合だと日本の方が想像するその南国風な、まあ、そういった方々をマレー系って言うんですけど、マレー系の方が人口の大多数を占めてます。で、そこでヒエラルキーっていう問題が出来上がってくるんですよ。ヒエラルキーって皆さんわかりますか？これです。これわかります？階級社会みたいな、私あんまり好きじゃないんですけど、ピラミッドみたいなのがありまして、まあ、それがフィリピンあります。日本には馴染みないかもしれないけど実際にあります。フィリピンで基本的にお金持ちはですね、中国系かスペイン系なんですよ。フィリピンの財閥とかは大体もう中国系の人が経営してたりとか、まあ、そういうこともあってフィリピン人同士でもマウントみたいなのあったりするんですよ。日本人からしたらそんなことすんなよと思うかもしれないけどあるんですよ。特にですね、そのフィリピンっていうのはその全体の風潮で白人至上主義、それは多分日本人もあるじゃないですか、なんか白人に憧れる傾向があったりするじゃないですか。あとですね、東アジア人に憧れる傾向が強いです。東アジア人っていうと日本、中国、韓国みたいな、私たちって私違うかじゃなくて、あの日本人とか中国人とか韓国人とかの南国風じゃないアジア人のことを言うんですかね。以前私が飲み屋で働いてたんですよ、そのスナックで。で、スナックで働いた時に来たお客さんがたまたま純フィリピン人の方なんですよ。いわゆるその南国風、マレー系って呼ばれる方ですよね。で、マレー系の方だったんですけど、そう話が盛り上がって、フィリピンの方なんですかみたいな。実は私も中国とスペイン系の血が混じったフィリピンハーフなんですよって言ったの。したら、いきなりもうあからさまに不機嫌になっちゃって、その人から、フィリピンハーブだけでいいじゃん。あなた自分の国に誇りないの？言われたの。その時私は、なんでこの人いきなり切り始めてんのかなと思って。その後に、自分家帰った時に、いろいろ調べたら、あ、そういうことだったのか、と知ったわけです。だから小さい頃に、なんか親戚たちから、あなたはフィリピンハーフではないのよ！言われて、え？いや、私フィリピンハーフじゃん。誰かから聞かれた時に、あなたはスペイン系フィリピンのハーフと言いなさい。中国系も言うな、みたいなこと言われて。スペイン系ハーブって言いなさい、めちゃめちゃ違和感じゃないですか。でも当時は別に違和感とかそんな風に思わなくて、
みんなそうやって言うもんですから、マレー系の人たちとあんまり交流がなかったので、今思うと私のお母さんと仲良くしてる人たちも大体なんか中国系とかスペイン系とか、なんか多かった気がすんな。日本の常識が通用しないんだなと思ったんですよ。だからそのさっき言ったハリウッドスターのプロフィールとか見るとさ、インド系アメリカ人とかフランス系カナダ人とかさ、なんか普通に書いてあるじゃないですか。それってもしかして他国でもそういう感じなのかな。そうだよな。だってアメリカとか行ったらさ、黒人とか白人とかこういうのもずーっとやってんじゃない。くだらないなと私は思ってるんですけど、そんなこと言ったらだって私なんてさ、私のこと別に味方でもないどうでもいい人から見たらさ、私は性別変えてるなんかよくわかんないやつ、しかもハーフみたいな突っ込みどころ満載ですよ。それでも私は別に自分普通だと思ってるし、なんかみんなしょうもない生き方してんだなと思い始めちゃって、もやもやしますよね、そういうこと。でもね、確かに私ちっちゃい頃、子供の頃ですよ、小学生の頃かな、小学生ってすごいさ純粋だけど時には悪になるじゃないですか、その純粋さが。あのね、その頃私フィリピンハーフなんだって言ったら、え、青木って何、親戚たちみんなジャングルの上で暮らしてるのみたいな、バナナみたいな、めっちゃ言われるの。いやいや普通にビルとかあるわみたいな。その小3ぐらいの時に小6の先輩にひどいんだよ、運動会のリレー中にワールドカップとかの応援歌、サッカーのね、それをあフィリピンとか言われたり、あとバナナうわうわうわみたいな言われたので、逆にですよ、私スペイン系のフィリピンハーフなんだって言うとすごい憧れの眼差しで見られるんですよ。なんすかこれ、いいなみたいな、え、何ヨーロッパ系なのみたいな、思われるのよ。ヨーロッパ系に全く見えないからさ、私いいかどうかわかんないですけども、私ハーフって言ってもハーフと思われないですからね。日本人ですよ私は。よく私は中途半端ハーフってよく言ってるんですよ。ハーフだけども日本人じゃないですか。皆さん私日本人に見えますよね。で今度はあれですよ、そのバナナうわうわって言われたくないじゃないですか。なのでもう次から自分のことをそのハーフだって打ち明けるときはスペイン系とか中国系とかなんかつけて、私はフィリピンハーフなんです言うわけですよ。そしたらまあそういういろいろな国の背景を知ってる人からしたら、いやお前普通にフィリピンハーフってイエーみたいなこと言われるんですよ。でもいざこうやって何々系ってつけないと、なんかバナナウホウホとかさジャングルとか言われるわけでしょ。いやそれは何時代よ、何々系ってつけないと見下されるわけですよ。だから何々系ってつけちゃうんですよ。でも何々系でつけると、お前自分の国の誇りがねえんだよ言われちゃうわけですよ。何言ってんだ私さっきから。ただあれですよ、もうこれは過去の私の話、それも証拠にここ最近、まあ、ちょっと前の動画だと思うんですけども、そのフィリピンのスイーツとか紹介したりとか、フィリピンのそのタピオカって美味しいんだよみたいな、あとフィリピンの親戚とかを動画に登場させたりとか、なんかそういうことをすることで、フィリピンってジャングルにいる人たちじゃないんだよみたいな感じで、制限からのイメージがちょっと変わるわけですよ。だから私はもう自分の国に誇り持ちたいわけなんで、そういう動画を出してるわけです。私はもう自分自身を差別してないですからね。実際にフィリピンってすごい温かい国なんですよ。人と人とのそのぬくもりがすごい温かいんですよ。人との距離感が近いんですよ。情熱の国って言われてますから。なので私はすごい大好きだし、後ろめたいとも思ってない。もう今私はもう強くなったから、逆にフィリピンっていう国はこんなにいいんだっていうのを紹介する立場に今こうなろうっていう強さを持ててるわけですよ。でもさ、あれじゃん、あの冒険系 YouTuber とかさ、再生数稼ぎのためかわかんないけど、フィリピンはこんなにヤバい国だみたいな、スラム街はこんなにひどいとこだったとかさ、そんなことばっかしか言えないじゃん。とりあえずフィリピンは別に悪くないってことですよ。まあ、フィリピンの国民性ってその今を楽しく生ければいいみたいな感じなんで、後先考えずにその貯金とかも全然せずにバーって使っちゃって、すごい楽観主義な国なんですよ。楽観主義プラス他力本願なので、なんかもういいとこはいいとこで残しておいて、他力本願ってところを取り除けば本当にいい国なんですよね。なので、まあ、国全体がですね、まあ、今後いい未来に向かっていけるように私は祈ってますし、私もできることなら日本人の皆さんにこうフィリピンって楽しい国なんだよっていうのを発信していけるように頑張っていきますので、少しでもですね今回の動画楽しいと思ってくださった方はグッドボタン、楽しいっていうかあれか、そのなんか分かってくださった方はグッドボタン押してください。あとチャンネル登録もお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、LINE 公式アカウントもありますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。